corner during that rest period. Big shot! What an adjustment! はい、こんにちは。多くの天才ボクサーが世界王者になれないまま引退しております。そんな一握りの世界王者に才能がないボクサーやデビュー戦で負けたボクサーがなった例があるのです。今回はそんな努力の塊のボクサーを紹介しますが、彼らには努力と練習量で得たズバ抜けたスタミナと強靭な精神力という共通の武器があるのです。最初に紹介するのはエンドレスファイターの六車拓也です。高校時代はラグビーをしており、大学からボクシングを始めた六車選手はぎこちないフォームですが、旺盛なスタミナと手数で新人王に輝きます。続いて日本スーパーバンタム級王者にもなり、防衛戦では天才ボクサーとして期待されていた小口聡と対戦いたします。小口選手は高校時代は全日本王者に輝き、61連勝という記録も作りました。またモスクワオリンピック出場も期待されてましたが、プロ転向を宣言し、複数のジムで争奪戦が起こったほどだったのです。5ラウンドに六車選手が連打で決めにかかりますが、空振りが多いのを尋常でない手数でカバーします。六車選手は OPBF 東洋太平洋のタイトル獲得に失敗しますが、その後連勝し、クーイの WBA バンタム級王座をパナマのアファエル・モランと争うのです。序盤から六車選手の手数と馬力にアファエル・モランは圧倒され、六車ペースで5ラウンドを迎えます。まだ試合は第5ラウンド、立ち上がりました。しかしムグルマ猛攻、もう逃げる一方だ。左が当たった、ダウン、2回目のダウン。次に紹介するボクサーは日本人として初めて世界4団体のベルトを巻いた高山克成です。 WBA と WBC の世界王者になった後、当時日本ボクシングコミッションが認可していなかった IBF と WBO のベルトを取るために海外に拠点を移したのでした。そしてフィリピンフェブ島のジムを拠点とし、南アフリカやフィリピンで試合を重ね、虎視眈々と世界戦を見据えていたのでした。日本とは違い、何度も試合が流れる中、フェブ島で黙々とトレーニングを続けた姿は印象的でした。私は現地でのスパーリング、スパーの後狂ったようにファンドバックを打ち続ける姿を目の当たりにした時、スタミナの源はやはり練習量だと実感したのでした。ついにメキシコで IBF 世界タイトルに挑戦することとなりました。IBF 王者のマリオ・ロドリゲスは、元 IBF 王者、無敗のジョイを KO しただけにパンチが強いボクサーです。序盤ファンラウンドにいきなりダウンを奪われる波乱の展開となりました。しかし、中盤から高山選手の豊富な運動量とスピードに、王者ロドリゲスはついてこれなくなります。接近すると高山選手が連打を打って、すぐに離れて王者のパンチをもらわなくなりました。そして接近戦でも高山選手が打ち勝つようになり、ペースが高山選手へと傾いてきたのです。11ラウンドになっても高山選手の動きは止まらず、パフォーマンスを見せる余裕が出てきます。王者ロドリゲスは逆に疲労や打たれたダメージで動きが鈍くなる一方です。中盤からは高山選手が完全に支配しております。
メキシコで IBF 王者になった高山選手は、その後日本に戻り、WBO 王者にもなり、世界4団体すべてのベルトの奪取を完遂したのです。次に紹介する苦労人ボクサーは、元 WBA 世界スーパーフライ級王者の河野晃平です。河野選手はデビュー戦、新人王戦と負け、またデビュー3戦目のボクサーにも負けるなどし、負け数が目立っておりました。それでも旺盛な手数とスタミナで勝ち上がり、世界戦をするのです。3度目の挑戦でテーパリットに勝利をし、WBA 世界スーパーフライ級のベルトを巻きますが、次の試合でタイトルを失ってしまうのです。そして失った WBA のベルトを取り戻すため、王者デンカオフェンに挑戦するのです。河野選手はデンカオフェンの重いパンチに耐えながらアウトボクシングをして王者をいなし続け、デンカオフェンが疲れるのを待っていたのです。見事 WBA 王者に返り咲いた河野選手は、亀田光輝選手と防衛戦を行います。2ラウンドに河野選手がダウンを奪い、その後ずっと河野選手の土俵で試合は展開されていきます。亀田選手はアウトボクシングをすると思っていましたが、勝敗を度外視して河野選手に終始打ち合いを続けたので、河野選手のペースで試合はどんどん進んでいくのです。おそらく亀田光輝はこの試合を自身の最後の試合と考え、勝敗より河野選手との打ち合いを選んだのでしょう。They should offer the winner by unanimous decision and still super flyweight champion Koji Tough Boy Kono。 最後に紹介するのは元 WBO 世界フライ級王者木村翔です。木村翔もデビュー戦は黒星でした。しかし打たれても前進するスタイルで、その後連勝を重ね、木村選手の世界挑戦が決まりました。王者は北京オリンピックとロンドンオリンピックで金メダルを取った中国の国民的英雄ゾウ・シミンです。この試合は王者ゾウが地元中国で自らプロモーターした試合で、木村選手はカマフェイヌとして呼ばれた試合でした。木村選手は初回からガードを高く上げて前に出ますが、ゾウ・シミンは軽いパンチを出しながらリングを縦横無尽に動き回ります。ゾウ・シミンのパンチが木村選手にヒットするたび、会場からは大声援が巻き起こっております。木村選手はパンチをもらいながらも前進を続け、執拗にボディを攻め続けます。ボディが効いているのか、王者は徐々に動きが止まっていきます。ラウンドが進むごとに木村選手のパンチがクリーンヒットしだします。会場の空気も変わり始めました。そして迎えた11ラウンドに木村選手が一気にペースを上げ、ボディから顔面へパンチを集めていくのです。这样的话对方一下起势了，对吧？啊，哎，周宁精准度也下来了，眼神稍微有点散了，现在。嗯。周世明能不能扛住？还有一分钟，脚步完全停了。哎呦，倒了！哎呦，哎呦，哦，裁判直。初防衛戦で国民的英雄の KO 負けのシーンを見た中国人は驚きました。しかし、中国人たちがもっと驚いたのが、世界王者になった木村翔がトラックの運転手をしながら、狭いワンルームのアパートで暮らしていたことです。そんな木村翔を中国人たちは新たな英雄として受け入れ、中国では大人気となったのです。